スタートアップマックス、3DS Max で 3DCG を始めよう。こんにちは。このビデオではキャラクターを変形させるための事前準備としてバイペットの作成方法をご紹介します。キャラクターのアニメーションをするためには 3D モデル、モデルを動かすための骨となるボーン、ボーンを制御するためのコントローラーが必要です。ボーンやコントローラーの作成、ボーンとモデルを関連付けるスキニング、 ボーンをコントローラーで制御するため、コンストレイントや IK などで関連付ける作業などの一連の工程のことをリギングと言います。今回はバイペットと呼ばれる二足歩行用の基本リグシステムを使用していきます。バイペットとは 3DS Max に標準で搭載されている機能で、バイペットとモデルがあれば基本的な人型のキャラクターリグを簡単に作成することができます。 作成パネルの歯車のアイコンを押すと出てくるメニューからバイペットを作成できます。バイペットのボタンを押してビューポート上をドラッグすることで作成ができます。作成するとコマンドパネルに作成したバイペットのパラメーターが表示されます。ルート名というのがキャラクターの名前になりますので、ここにキャラクターの名前を入力しておきます。右クリックでバイペットの作成ツールを終了します。バイペットの編集をするためにコマンドパネルをモーションタブに切り替えます。 バイペットを選択しているとバイペットなどの成長するためのパラメーターが表示されます。こちらの人型のアイコンを押してバイペットをフィギュアモードに切り替えます。フィギュアモードでは骨の数の設定や配置などを行うことができます。ちなみにフィギュアモードをオフにしているとキーフレームモードとなり、アニメーションの作業をする際に使うモードになります。バイペットはちょうど真ん中に配置したいので腰の X の値は0にしておきましょう。 フィギュアモードをオンにすると構造タブが使用可能になります。構造タブではキャラクターの関節の数や指の数、ポニーテールなどの追加の骨の数を設定できます。背骨の数はデフォルトだと多すぎるので一つ減らしておきます。手の指の数も変更します。親指の関節の数がこのままだとおかしいので指関節にチェックを入れますと、 正しい関節の数になります。靴を履いているキャラクターのため、足の指はつま先用の1本だけで大丈夫です。ツイストリンクからツイストをオンにするとツイストボーンが作成できます。ツイストボーンを作成しておくと、腕を上げた時などにねじれて細くなってしまうのを回避できます。それぞれ数値を2くらいにしておきます。 構造の設定を終えたら、バイペットの位置や大きさをキャラクターに合わせていきます。モデルを選択して、Alt キーと X キーを押すと、モデルを半透明の表示にできます。このままバイペットを選択しようとすると、間違ってモデルの方を選択してしまうことがあります。新エクスプローラーのこちらのアイコンを押して、フリーズをオンにすることで、そのオブジェクトをビューポート上で間違って選択しないようにすることができます。 レイヤーのフリーズをオンにすることで、レイヤー内のすべてのオブジェクトのフリーズができます。移動、回転、スケールツールを使ってバイペットをモデルに合わせていきます。ローカル軸にしておくとやりやすいです。ライトビューやフロントビューに適宜切り替えながら調整していきます。関節の位置を意識しながら整えていきましょう。 足の裏は地面についているようにします。腕と足は後でミラーするので、向かって右側だけ作っていきます。右側の調整が終わったら、左側にバイペットの形をコピーしていきます。Shift キーと G キーを押すことで、ジオメトリーの表示、非表示を切り替えることができます。コマンドパネルのコピー、貼り付けのコレクションを作成を押します。すると、下のツールが使えるようになります。 コピーしたい部分のバイペットを選択して、姿勢をコピーを押します。次に反対の姿勢を貼り付けを押すと、左側にコピーすることができました。一度コピーした形は、コピーした姿勢というタブに保存されていますので、いつでもこの形に戻ることができます。いらない場合は、ゴミ箱のアイコンを押すことで削除できます。 このままだとモデルに生まれてしまって見にくいのでバイペットの表示を切り替えます。バイペットを選択してコマンドパネルの表示タブから表示プロパティを探します。こちらのボックスで表示のチェックを入れるとこのようにオブジェクトをボックスで表示できるようになります。バイペットの大きさを変更してモデルより外側に出てくるようにすると選択しやすくなります。 これで基本のバイペットの完成です。次回はボーンの作成方法について解説していきます。スタートアットマックス。ご視聴いただきありがとうございました。